ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW X7M50i 2020年式5000キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。やってまいりましたね。はい、これ一度大宮店の方で、そうですね、カスタム紹介でご紹介させていただいた車が早くもご入庫ということで、そうですね、はい、もちろん買い取りさせていただいた感じですね。そうですね、はい、でいろいろカスタマイズされてるんで、はい、まあ、その辺は、はい、あの過去の動画を見ていただいて、はいはい、ちょっともう一回過去の動画をみんなに再生してもらおうかなっていう、そういうずるい作戦で、ずるい作戦で、はいはい、ちょっと今回はあえてそのカスタマイズの部分だったりとかは、はい、ちょっとさらっと軽くさらっとだけで、はいはい、あとは車両の紹介と、はい、ちょっと僕乗ってみたかったです。乗ってみたかった。めちゃめちゃ乗ってみたかったです。いやもう実際ね、今日どうするって言ったら、ま、乗りましょうって言われましたね。そうですね。はい、今日ツッチーの回ですね、はい。でもちょっとこのサイズの BMW の SUV って今までなかったじゃないですか。はい、ないですね。はい、だ結構皆さんどうなのっていうところはあると思うんですよ。うん、はい、はい、なんでそこは僕のリアクションで、そうですね、今回お届けしたいと思います。そして今回こちらの白い M50i ご紹介させていただくんですけど、うん、なんともう1台、うん、今在庫であるんですよね。あります。それはちょっと対極な装備の内容だったりとか、はいはい、まあ、色も対極だったりするので、はい、まあ、ちょっとその辺なんかもあの比べながら、そうですね、はい、なかなか比べられることないですし、最近ちょっとその嬉しいことにこれを見に来て方が動画で見ましたっていう方が多いので。あ、本当ですか。そうなんです、はい、まあ、そういったところもありながらやっぱりこう比べられるってなかなかないので、まあ、ちょっとそれはもう一台なぜ紹介したいかっていうのはちょっと後でお話ししながらいければなと思います。了解です。で最初からぶっこんでいいですか。はい、これ X7 小島さん出た時どう思いました。出た時、はい、うーんって感じ僕は割と衝撃を受けました。そう、はい、後出しだったじゃないですか結構、うん、このサイズのフルサイズの SUV で、うんうんうん、ただ BMW がついにこれを触るようになったかと、あ、そうなんだ。X5 が出た時も僕割と衝撃だったんですよ、今までそういう車って BM 作ってこなかったじゃないですか、うん、それが X5 SUV 作るのっていう、うん、まあ、開演が出た時ぐらい衝撃だったんですよ。あ、そんな衝撃だった。はい、僕は全然だ、全然でしたね。結構他のメーカーっていろんな車作るじゃないですか、はい、特にメルセデスとかだったら、はい、まあ、SUV も、まあ、もちろん ML って結構早い段階で作ってるし、うん、R クラスなんかも作ってるし、うんうん、うん、まあ、あとはその B クラスとか、うん、あれちょっとミニバン的なのも作ってるじゃないですか、うん、BM ってそういうことずっとしてこなかったじゃないですか。そうかな、なんかしてるイメージがあるけど、はい、どういうことですかそれ。覆しちゃってるねだずっとなんかもう駆け抜ける喜びじゃないですけど、はい、走りのイメージでずっとなんかセダンとかクーペを作ってるイメージっていう感じだったんですよ、うん、僕の中では、うん、それがついにこの第もう何時か分かんないですけど、はい、SUV ブームに乗っかって、うん、もう今やイギリス車とかイタリア車も SUV 当たり前に出してくる時代じゃないですか、うん、そこでこう割と最後の方に出てきたこの X7、うん、もうすごいの作ってきたなと思って、うんうん、でホームページ見たらやっぱりちょっとこう SUV とセダンクーペって割とこう走りの面で言ったら対極じゃないですか、うんうん、まあ、もちろんその走れる SUV とかもありますけど、うんうん、そこ BMW どう来るのかなと思ったら、うん、もうこれ前回 そのカスタム紹介の時も話してますけど、うんうん、駆け抜ける喜びじゃないんですね、うん、見ました。ここ運ぶ喜びでしょ違います。全員で目的地に到達する喜びなんです。そうそうそう、だから運ぶ喜びそうなんです、はい、だから全くその今まで その BMW の その走りの車とはちょっと違う、うん、違うね、はい、でもなんかもう7シリーズともう思いっきりこう、うん、ちょっとこう並ぶ車なんですよね、あのイメージ的にはですね、まあ、その BMW の扱い的にもそういうことらしいですよ、うんうんうん、結局7がちょっとコンサバすぎる、うん、いやちょっと保守的すぎるっていう人にちょっともうちょっとモダンな、うんうん、だからなんかもう思いっきり IT 社長とかって書いてありましたけど、うんうん、はい、その辺に向けて要はちょっと BMW のラグジュアリーのものをモダンに乗りたい人向けらしいですよ、うん、らしい、そういうコンセプトで作った車、はい、みたいです。だベースがちょっと7シリーズとしているところがあるんで、はい、まあ、とにかく豪華ですよね。だってもうヘッドライトなんかもうレーザー LED の方が標準じゃないですかこれ、うんうん、でグリルもこのデカさですよ、うん、ここ皆さんやっぱりこういうカスタマイズしてるじゃないですか黒く。どうなんですかね。いやでも結構多いんですよ。確かに結構多いやられる方、うん、このデカさ的には小島さんどうですか。何がですか。デカさいろいろ言われるじゃないですか、だんだんデカくなってってもうね最近の4シリーズ見てもあんまり免疫ができてきました。本当ですか、うん、僕もでも若干こう見慣れてきました、うん、だからその好みはねもちろん
かっこいいかかっこ悪いかっていうのは、まあもちろんその皆さんここにあると思いますけど、もう全然あの拒否反応はしなくなりましたね、はい、結構これサイズ感がなんか7シリーズと同じぐらいの、はい、7の後期ぐらいのサイズ感らしいですよね、うん、多分車がでかいんで、うん、あんまりでかすぎなく見えるんで、よりなんかこう X7 に関してはこのグリルの違和感あんまりないなっていう、うん、で今回のお車はいろいろそのカスタマイズしてあるんで、はい、まあ、この辺とか全部白黒でちょっと統一されている感じですよね、はい、であと車がでかいんですけど、うん、これ実は全幅に関しては、うん、X5 よりちっちゃいのしました。あ、そうなんだ。らしいですよ。X5 って 6でしょ。あ、6、5、6両方です。そうですか。あの辺って2メーター超えてるんですけど、うん、これってきっちり2メーターじゃないですか。あ、そういうのもあるね。あの辺はちょっとこうフェンダーとかグイって出して、うんうん、ちょっとこうマッシブなイメージで作ってるんで、うんうんうん、ちょっとそう、そういう事情が大きくなってるらしいです。でこれちょっとセダンのイメージなのかな。そういう水平基調のデザインらしいですよ、はい、ちょっとその辺なんかの違いも、うん、もう誤差ですけどね、うんうん、まあ、あると、まあね、だとはもう車がフルサイズなのでとにかくでかいという。大きいですね。もう X5、6ででかいって言ってすいませんでしたって感じです上には上がいたなっていう、はい、続いて横に回っていくとカスタマイズの部分に関しては大宮店で、大宮店で、はい、ご紹介させていただいてるんで、まあ、なかなか X7 のいじり物まだまだ少ないと思うんですよ。そうですね、はい、で今回やっぱりそのね、その動画でも紹介してます、23ですか、まあ、標準ではないインチを入れて乗り心地がどうかっていうのはちょっと、そうですね、乗ってみたいですよね、まあ、一応全グレードをエアサスってことなんですけど、はい、まあ、ちょっと気になる乗り心地の方は乗ってみたいと思います、はい、だと車高の方もしっかり下がってますけど、はい、これあくまでちょっとこの見せる車高で今こうなってるだけ。そうですね、はい、通常走るときはねちょっと上がりますからね、あのこれね走ってるわけじゃないんで、 そうですね、ご安心くださいませ、はいはい、そしてあとは、まあ、しっかり M なんで今回ロゴなんかもついてたりとか、はい、まあ、あとここら辺も全部黒くなってるんですよね、はい、この辺なんかもちょっと過去動画をぜひ見てください、はい、過去動画伸ばしたいね。伸ばしたいです、はい、そしてあとはもう全部ルーフレールとかもこの辺も全部真っ黒になってるんで、まあ、ちょっとこう車大きくてラグジュアリーな感じですけど、うん、メッキパーツを減らして、はい、ちょっとこうスポーティーさ全開な、うん、そんな感じのイメージになってる、はい、あとこう今回隠れてますけど電動サイドが、はいはい、ついてるんで開閉に連動して、はい、ちょっともう今回車高下がってるんで、これ完全にもう意味あるのって感じですけど、上がった時にはいいと思いますね。もちろんその通常走行車高であれば、はい、やっぱね皆さんね、これ見に来られた方とかちょっと言われるのは乗っていいですかって感じで聞かれますね大丈夫ですかって、はい、もう大丈夫です。もちろん大丈夫です、はい、こんな感じで、もうとにかくでかいですよね。2回目です、はい、2回目ですけど、はい、でかいです、はい、そして後ろも、はい、同じようにダイホイール入ってて、はい、前後の、ね、コンケーブが違うのですね、はいはい、この辺なんかのこのどでかいこう幅もサイズもでかいのが入るのは、うん、これちょっとやっぱりこのクラスならでは、はい、であとはこの車ってなんかあれらしいですよね、あのプラットフォーム何かなと思ったんですよ、うん、要はその基本の設計のところ、はいはい、で BMW なんで、はい、その上のカリナンとかとなんか共通化してるかと思ったら違うんですね、うんうん、なんか X3 とかにも使われてるもう BMW の X シリーズのやつ、そうです、はい、あのプラットフォームで共通らしいですよ、はい、それを大きくしたのを使ってるっていう、うん、結構そのプラットフォーム共通だとなんか某メーカーこれとこれ側は違うけど一緒なんじゃないのとかって言われるじゃないですか、うんうんうん、で全く別、もう基本のその設計のとこから全く別らしいです、うん、そしてあと後ろに行くと後ろちょっと7っぽさ感じません？テールランプとか。あ、そうですね、はい、なんかこうちょっとこう水平の、うん、はい、BM にしては最近こうものすごく立体的なのとか、いやでも、はい、でもね本当最近にもな お父さんになってきたからね、わかんない、いろいろありすぎてBM の中でもいろんなデザインがあるから本当わかんないですね。確かに今特にこう各メーカーこうデザインの共通化じゃないですけど、はい、うんうん、こうつながりを持たせたデザインなんで、うんうん、こうアップにされたりとかしたらもう分かんないですよ、分かんないです、分かんないです、これどの車のやつみたいな、うん、特に国産なんかでも結構今顔揃えたりとか揃えてる、ね、後ろ揃えたりしてるじゃないですか、はい、だから特に分かりづらいっていう、うん、であとはまあしっかりエンブレムなんかも黒かったりとか、うん、この辺なんかも黒くしちゃうんですよね。でこれもしっかり黒くなったりとか、はいはい、この辺なんかはまあ割と小技ですけど、はい、タイヤホイールとか、まあ、あとはその車高を上げ下げするキットとか、うん、まあ、結構買うと思ったら後からだと結構しますからね。そうですね、かなり今回お買い得な車両じゃないかな。まあ、パッと見はねそのちょっと派手さはないいじり方ですけど、しっかりと数字弾いていくと結構しますねみたいな、そうですね、
だとやりすぎてないんで、そうですね、まあ、特にこのクラスになるとこうやりすぎちゃうと、うん、次の方乗りづらいってないですか、うんうん、ありますね。あとその SUV とかってちょっとやりすぎちゃうとなんていうんですかね、ちょっと子供っぽくなっちゃう感じしません、ね、ちょっと若い若いっていうか、ね、ちょっと、まあ、わかりますよ、わかります、言っていいですか、はい、やっちゃったなっていう感じになっちゃう。あんまり動画すぎるとですよね。そうそう、動画すぎると、はい、ちょっと上品ぐらいで止めておかないと。そう、止めておいた方がこういった車もいいと思いますね。やりきっちゃわない方が、はいはい、これにもうがっつりこんな羽がついてたらさ、まあ、それもでもあれじゃないですか、ドイツ そのチューナーものとかでもう振り切れちゃってればいいんじゃないですか、うんうん、まあ、振り切れでもね、はい、だから、まあ、中途半端なとこだと微妙ってことですよね。そうそうそう、マンソリーとかもうえらいこっちゃになってればもう誰にも止められないなっていう、そういう振り切り方っていうの。でもやっぱり何でもそうです、やりきりが大事ですね。そうですね、やるんだったらやりきれないとってことですね。やらないんだったらもう寸止めぐらい止めとかないと、はいはい、あとはマフラーなんかも結構最近こう買っただけでこう、はい、実は出口下なんていうのもありますけど、はいはい、しっかり4本出しの、はいはい、でこの辺なんかがブラックアスファルトですかね、うん、まとまりありますよね、だから、はい、黒くなってて、あんまりね言うことがないぐらいまとまっててしっかりできているというところですね、まあ、ベースもいいですし、うんうん、まあ、あとお宮店の方でしっかりカスタマイズさせていただいてるんで、うんうん、はい、まあ、その辺は安心して自信を持ってお勧めできる一台じゃないかなと思います、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクはもう定番のこのこう開くやつですよね、はいはい、そして今これちょっと開けるの全開にしましたけど、はい、これがなんか5段階で5段階ですね、調整できるという、はい、でさっきちょっと下調べてこれここで設定じゃなく、ね、中で設定、中で設定です、はい、だからこう絶妙なところは設定できないですね。そうですね、ポルシェだかな、そこでできたの。中押しするとそこを記憶してそこでできるって、はい、できますね。その代わりあのBM の場合だとそれができなくて、はい、5段階で、だしかも運転席からそのナビを設定してなんで、うん、絶妙なところがどこなのかわからないという、はい、2人共同作業ですね。そうですね、はい、いやここまでだったらいけるぞ。そうそう、ね、はい、であとはその足で開け閉めもなんかオンオフできるんですね、うんうん、今また需要が、ね、ない方が多いじゃない、足で開ける方が。だからじゃないですか。でまたこの足で開けるやつが、うん、反応してですかね、開いちゃったりとかって結構そうそうですあるんですよね。そうです、もう本当にすごい事故になっちゃったことが、ね、立中とかであったりしますから。あとそのポッケに鍵入れして、うん、自分で洗車してて買って開いちゃったりとか、開いちゃったりとかね、その辺なんかも全部オフにできる、はいはい、であとはこれちょっとこっちも開けてみましょうか。はい、こんな感じで全部電動でございます。はい、そしてこっちですかね。はい、こちらですね、全部スイッチがあるんでシートが倒せると、はい、電動でどれがどれだか分かってないです。え、ああこれ、はい、これを はい、こちら側ですね、じっと押してもらえば、はい、前が動いて、はい、セカンドシートもそのスイッチで全部動かせると、はい、セカンドシートが動くんじゃなくてセカンドシート勝手に連動するんか。連動します、はい、こんな感じで、はい、で今度はこっちを置くとセカンドシートが動くと。あ、なるほど、別々でできるわけですね、はい、これだって倒すとだから2000リッターぐらいあるんですよね。ありますね、容量半端ないんですよね、はい、これゴルフバッグ入れるまでもないかな。いやいや入れるまでもないですよ。入れちゃいましょうか。でこの圧倒的な容量、はいはい、そして X5 でもあの3列目設定でオプションであるじゃないですか、ね、ただもう車の長さがもうね違いますから ね、はい、やっぱりこう両方両立したい方はもう圧倒的に X7 の方が容量が、はい、まあ、当たり前ですけどあるという。で毎回こうクラブが刺さってなかったりカバーがついてなかったりして怒られちゃいますけれども、はいはい、ついてても余裕でしょうと。余裕ですね、はい、こんな感じのトランクになっております。であと下もちょっと収納があるんですかね。あ、結構深いですね。しかも奥まであるじゃないですか。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。もう当然のこの辺なんかもついてて、はいはい、そして中がまあ豪華なんですよ。豪華ですね、はい、SUV でこれ BM なかったじゃないですか、はい、そうですね、これだけ豪華な SUV って、はい、でももう圧巻ですよね、うん、で中はまたいろいろ色を選べるんですよね。これ選べますね、はい、で今回のものはこのちょっと暗めのブラウン、うん、はい、
シート、この辺がなんかちょっと落ち着いた感じがあってまたいいかなと、うん、だから最近その昔ってその色付きのレザーってあまりそのちょっと経営までされてないまでいきませんけど、ちょっと一歩引かれた部分もありますけど、今逆に色が入ってレザーの方が人気ありますね。あ、そうなんですか。そうそう、黒ってよりかは、まあ、うちのお客様だからかもしれないですけど、うん、やっぱり茶色とかベージュとかの色が変わったレザーの方が人気ありますね。なるほど、うん、そしてもうレザーの質ももうめっちゃいいんですよ、うん、そうですね、はい、さっき話したそのやっぱり7シリーズっていう位置づけですよね、はい、うん、レザーメリノでしたっけ、うん、なんかドイツの南の方で取れる、うん、あの比較らしいですよ。あ、そうですね、はいはい、だからそれが今やイギリス車なんかにも使われてたりとか、うんうんうん、めちゃめちゃ高級なレザー、うん、肌触りとこのしっとりさと、うん、でそれがこのシートもそうですし、うん、まあ、センターのアームレストなんかもそうですし、でもこの BM のレザーとか、まあ、比較的ドイツのレザーっていいですよね、うん、しっかりしてますね。しっかりしてますね、本当長く乗ってもそんなにやれないというか。そして当然このダッシュなんかも全部レザーという、うんうん、まあ、ここがやっぱりこのクラスでこうビニールとか、そうですね、はい、合皮だとちょっとうんって思っちゃいますけど、だからしっかりこうステッチ、やっぱり X7 っていう7の数字だけあって、やっぱり3とかになるとやっぱりその価格帯的にね、お買い求めやすいところからのスタートになってくるから、そういうので考えるとまさにもう高級 SUV、うん、高級ですね、はいはい、そしてドアから見ていきましょうか。ドアもしっかりこの上の部分もレザーとステッチが入ってて、うん、でこれがちょっとグレーのステッチなんですかね、うん、ちょっと凝った感じの。そしてこっちの真ん中の部分はシートと同じ茶色の、うん、はい、でもスイッチ類もシルバーでちょっと高級感があるんですよね、うん、そうですね。でこの下がこうプラスチックなんですかね、うん、でこれがもう1台の黒のそうですね、はい、そう絡まして紹介しちゃう、別に紹介します、別に行きましょう、はい、じゃあちょっとこれが、はい、とりあえず置いておきましょう、はい、今回の車はこっちがプラスチック、はい、でオプションでこれがレザーもあるんですよね、はい、います、はい、こんな感じになっております。じゃあ乗ってみたいと思います、はい、じゃあ乗ってみたいと思います。で今回は本当に5000キロということで、まだこのスカフプレートの保護シールも貼ってあります、はいはい、そして乗り込むと、いやもうシートがもうめっちゃラグジュアリーです。乗っちゃいましょうか、はい、あのスポーツ感はほぼないです、はい、サイドサポートももう、はい、もう全然こう出っ張ってますけど、うん、ホールドするような感じではないです。で座面ももうゆったり、はい、もう本当にラグジュアリーの方のシートです。そしてこの膝の裏もしっかり伸ばせて、はい、鼓膜を調整できる、もう何ウェイか分かりません、はい、この背中もこの上の部分だけ折り曲げられるやつ、はい、そしてランバーサポートなんかももう細かくついてて、横もまあ締め上げれば結構いけんすかね、多分設定できないもうかなり 上位ですね、上位のシートですね、はい、あ結構このサイドサポート締め上げれば割とこうスポーツシート級に、うん、はい、いけます。でもう本当にレザーの質がいい、うん、もうすべすべとこのパンチングと最高です。そしてなんか本当に、はい、ゆったりとしてる感じですね。そうですね、もうあの到着する喜びなんですよ、うん、そしてステアリングはこんな感じで、うん、まあ、恒例のちょっと太めのステアリング、うん、レザーの質感もバッチリです。で小ぶりのパドルがついててマルチファンクションと ACC、はい、これステアリングヒーターとかついてないんちゃうっけ。この形がついてるんですね、それオプションなんですよ。あ、そうなんですね、はい、なるほど。そしてメーターはこのデジタルのタイプの、はい、メーターになっております。ドーンと赤くてこうオープニングもかっこいいですよね、うん、でももう BM 結構もうこういう感じですよ、こんな感じの、はい、まあ、他のも共通のこんな感じ、うん、そしてナビ周りがこの辺、もうこの辺はだから7とおおよそ装備だったりとかっていうのは一緒だと思ってもらって、うん、そうですね、間違いないですよね、はい、で当然シートヒーター、ベンチレーション、あとマッサージなんかも全部ついてるので、はい、ちょっとあの紹介しきれないですが紹介しきれない場合はどうすればいいですか。飛ばしていいですか。一応マッサージ意外にここにあるんですよ、はい、あ、ドア側なんですね、中じゃないんですね、中じゃないんです、はい、でこれ探すの大変じゃないですか、はい、確かに。でここでパッといけるんで、こんな感じでついてると、はい、でもあともう本当にキリがなくないですか、思うんですけど、うん、もう設定とかもうね、エアコンもこの設定とか、はい、ドアとか、はい、この辺はちょっと飛ばしていいですか。もうね、ここはねメディアも全部ついてるし、うん、はい、
だってナビ もう最近のだったら別にもう全く問題ないわけじゃないですか、うん、ましてこう2020年式ですし、そうですね、はい、この辺は問題ないんじゃないかなと。これねもうゆっくり触ってて楽しいです。ああこんな機能もあるんだこんな機能もあるんだっていう1時間遊べるやつですか。あもう遊べます遊べます。こんな感じだとこういう細かいところとかも最近 BM 多いですけど、うん、こうちゃんとローレット加工というか、うんはい、ザラザラになってて高級感が、うんはい、ありますよね。で特に最近なんかエアコン周りがこう進化してて、うん、こう何ていうんですか吹き出しがこうパラメーラとかもそうですけど、うん、こう電動だったりタッチだったりとかしますけど、うん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 、結構 BM ってそのアナログのスイッチ操作、うん、アナログ操作残ってるじゃないですか、うんうん、それいいっすよね。そうですね、うんまあ、どこを求めるかによりますけど、求めるかによりますけど、でもやっぱり乗り慣れてる人からするとスッと入っていきますよね。あれっていうのはないですよね、まあ、その辺いいとこかなと、うん、やっぱりこう人間工学に基づいてますか、はい、で若干こうパネルも全部運転席にこう傾斜してる感じになっております、うんうんね、そのうちここにパネルが入っちゃうとかさ、なんかいやもうこの液晶がついて、うんね、ここで全部操作してとかなりそうですよね。なっちゃうかもしれないですけど、はあまあ、ちょっとその辺は人間アップデートで対応していただく感じになるかと、うんはい、あとはここがあこれちょっとこうやって開けるんですね。そうです、はい、こんな感じで、はいはい、開けるとドリンクホルダーと小物入れと、はい、あと置くだけ充電がついてると、はいはい、でこれがこれと、はい、それもオプションですね。オプションなんですね。パッケージオプション。今回の車はついてない、はい、ついてないです、はい、こんな感じになっております、はい。そしてまたこのウッドとかも、うん、このゼブラウッドが高級感がかなりあります、うん、このシフトもオプションじゃなかったのかな、はい、クラフテッドクリスタル、はいはいはい、正式名称忘れました、はい、これなんか手作業らしいですよ職人さんの、はい、こことこことここと、はいはい、この辺のちょっとこう何ですか贅沢な感じ。そうですね。もうさすがだな。 X7 はオプションだなのかな。6はもうかなり完全にオプションなんですけど、X6 は、6はあそういうことですね。X6 はね、はい、M50i はこれ標準です。標準ですね、はい、その下のグレードはちょっと分かんないですけど、はい、こんなのもついてると。であとはもう走り そのモード切り替えだったりも全部できると、はい、あとは装備的なものでいくと、エグゼクティブドライブプロフェッショナル、はい、マジックボディコントロール的なやつですよね、はい、そうですね、はい、それがついてたりとか、はい、あとはインテグレイテッドアクティブステアリング、うん、はい、これがアクティブステアと 4WS 組み合わせたやつですね、うんはいはい、もう標準でついてると、うんはい、じゃこのでかい巨体で割と小回りも効くし、はいはい、ステアリングも一生懸命回さなくても適切なその座角で、うんはい、綺麗角というか、うんはい、ギア比でやってくれると。そうですね、はい、そしてあとはここです。だからこれ こう開くと高級車って感じしません？わかります？こうじゃなくてまあまあそうです、はいはい、観音開き。そうです、はい、こんな感じで、で容量はそんなには多くないですけど割と深い。そして USB が、はい、タイプ C ですかね、はい、1個だけついてると。こんな感じになっております。であとは上行きましょうか。一応この黒のアルカンターラですかね、うんはい、スウェード地でバイザーもだってそれですよ、ね、バイザーフェチの土。そうです。ここがちょっとビニールとかだとかっかりしちゃいますけど、さすが7シリーズベースの SUV、はいはい、しっかりこの辺もアルカンターラで、はい、でこの辺はおなじみのデザインですよね、はいはいはい、でサンルーフと、はい、でこれですよね。サンルーフがこの1万5000個以上の LED が、はいはいはい、入っているこの6色で変化できるサンルーフ、ね、もうちょっと後で試してみたいですね、はい、ちょっとこれ試してみたいと思います、はい、こんなのもついてると、はいはい、であと今回のお車はレーダー探知機だったりだとか、はい、ドライブレコーダー、ドライブレコーダー、はい、デジタルインナーミラーだったりとか、はい、その辺なんかの後付けついてたらインナーパーツも全部ついてると。そうですね、この辺もだから1個ずつ買ったら結構しますからね。デジタルインナーミラーって結構その内側ってんのってこうミラー変えちゃうじゃないですか、はい、で BM ってETC があって変えられないんで、これうちで取り扱ってるのじゃないのをつけたみたいですね、はい、被せるタイプのやつですね、はいはい、こんなのもついてます。デジタルインナーミラーって一回使い出すとやめられないのね。そうっすか。あダメ。いや結構デジタルインナーミラーってその合う合わない方が、うん、あそうなんだ。そうっす、ね、こう液晶なんでチカチカしてて、はいはいはい、ちょっと見づらいっていう方とめちゃめちゃ使いやすいっていう方結構二手に分かる。あそうなんだ。ただアベンタとかああいう全く後ろが見えない車だと、うん、もうあるともう、うんそうですね、もう手放せなくなりますよね、はい、でこの車も割とこう後ろ見えないからね。そうですよね、はい、このでかさで遠いんでとにかくそうあんまりミラーは役に立たないですよね。そうそうそう。だこういう車とかだと結構こうデジタルインナーミラーはいいですよね。いいんじゃないかなと、うん、せっかくならちょっとどんな感じで映るか、うん、まあ試乗でいいですかね。ちょっとかけちゃいますよ。これでも今人気あこんな感じで、
もう真後ろが、はい、映せる。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろの席は小島店長がもう先に乗ってるんですけれども、もう超ゆったりじゃないですか。うん、いいですね。いいです。でこれが、一応キャプテンシートのこのセパレートのタイプのシートとつながってるタイプのシート、はいはい、で選べる感じですよね。そうですね、まあ、6人乗りと7人乗りですか。でこちらの車は6人乗りということで、はい、このキャプテンシートの2列目になってる、うん、後ろがこんなにゆったりですよ。で SUV って感じじゃないですね。そして充実の装備という充実、ね、まあ、ドリンクホルダーもついてたりとか、はい、あとドア関係でもブラインドがついてますね。ついてる当然。でリアエンターがついて、はい、ちょっとリアエンター下な感じがしますけどね。まあでもこう目の前にありるかは確かにいいかもしれないですね。でもちょっと高いのかな。あ、椅子自体がですか。設定がちょっとやっぱちょっと高い感じしますね。あー、なるほど、うん、それあれじゃないですか、あの同じ高さにすると前がちょっとこう、そうそうそう、はい、多分それがすごい意識されてる感じしますね。なるほど。ちょっと後ろも結構見晴らしがいいというか、うん、いい前が見える。でサンルーフもあるんで開放感もあります。でその辺が全部そのパワーウィンドウのところのスイッチで、うん、はい、これいいですね。できるんですよね。いやだから普通のなんかそのセダンでよりもいいかもしれない。セダンより広いですもんね。だって広いですし、その目線もやっぱり高いのと、はい、開放感がすごいあるのと、後ろがあるんでやっぱ空間が多分なんだ感覚的に空気の流れというか圧迫感ないですよね。圧迫感が全然ないですね、はい、小島さん的にはこれじゃ あのセパレートと普通のこうつながってるタイプのシート、うん、どっちを買うべきですか。いやそれはうちずっとセパレートなんですよ。あの国産車はね、はい、でかい方向は、はい、だからセパレートに慣れちゃってるんで。あ、なるほど。こっちの方がいいと思いますけど、まあ、あとその3列目のアクセスも、うん、まあ、真ん中こう空いてると、うん、まあ、割といいのかなっていう、まあ、真ん中でこう移動はしないですけど。そうですね、ちょっとこう避けたりとか、うん、子供の、どっちがいいのかな、はい、どっちがいいんでしょうね。使い勝手だからこう横に寝れる。あ、ないか。ないか。思いっきりそれファミリーカーユース的な使い方だったらそうかもしれないですね。うん、私はこっちの方がいいです。車のキャラクターでいうとやっぱり2列目セパレートの方がいいかもしれないですね、うんうん、やっぱりそのちょっと車好きの方ってもそうかもしれない。ちょっと特別感がやっぱりあるじゃないですか。やっぱり特別感があるので、うん、すごいいいと思います。使い勝手でいくと、もしかしたらこのつながってるタイプの、はい、つながってる方がいいかもしれないですね。いいかもしれないですね、はい、でもう後ろ荷物その専用にしちゃったりとか、はい、でね、後ろ荷物積んじゃったらどうしてもやっぱり空間があるので、まあ、この辺はどのぐらい人乗せるかですよね、うんうん、後ろの座席の使用頻度なんかによっても選んでいただいていいんじゃないかな。そうですね。でまた後ろの席もその3列目もそのシートにこう差別がないんですよ。さすがに3列目はこうちょっと薄い背もたれとか座面になってますけど、ちょっと乗ってみていいですか、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。こっちチャイルドロック開けられちゃった、はい、本当ですか。まあ、若干こう運転席より、うん、はい、クッション硬いかなって気しますけど、それでももう超ゆったりです、うん、はい、そしてアームレストがこんな感じで出せるんで、これどこで止まるんですか、これ。あ、ここか、うん、はい、こんな感じで止まるんでいいかなと。だと僕いいなと思ったのは、うん、これちゃんとこっちの席でこっち側も操作できるんですよ、うん、何を。あ、これをね。そうです、サンルーフとね、はい、小島さんがこう上げても僕はさて下げられるんですよ、うん、はい、あ、これなんか運転席側から反対のものが操作できるとなんかもうすぐ高級な感じしません、うんうん、しますね、はい、もうそれがしっかりついてると。そして足元も割とこう足も入りますし、うん、あ、確かに高いっすね。高いですよ、目線がだいぶ高いっすね、うん、これだって一番下も何もこれ高さ調整できないですもんね、うん、後ろの席からの視界はこんな感じです。結構本当に高い、高いですね、ヘッドレストよりちょっと目線1個上ですよね、うん、ちゃんと前が見えるような、うん、ちょっとそういうイメージがすごいありましたね。そうですよね、うん、あとはとにかくここの空間が広いんで、うん、もう開放感がすごいです。でこれ でサンルーフも、うん、この後ろと前で両方開くんで、これ開放感やばくないですか、この車。いいですね、はい、ちょっとこれいいな。
素じゃないですか、はい、撮影中です、はいはい、この感じ。これだからファミリーカーに使えたらもうめちゃめちゃ幸せですよね。幸せ、本当幸せですね、うん、そしてこの後ろのエンターテインメントはまあもう定番の機能なんであんまり深く掘り下げませんけど、ね、はい、まあ、一応そのメディア関係だったりとか、うん、はい、まあ、設定だったりとか一部なんかもできる。そうですね。ただその7シリーズとかに入ってるあのタブレットのあるじゃないですか、はい、あれぐらい使えるかなと思ったんですけど、そこまでは使えないかもしれないですね、うん、これ全部触っていくと動画が2時間半ぐらいの、あ、ですね、ですね、超大作になっちゃうんで、はいはい、詳しくはあのオーナーになっていただいて、はい、かもしくはボンドカーズアリーナに来ていただいて、はい、原車確認していただいた方がいいかなと、はい、そんな感じになっております、はい、で続いてそのまま3列目ちょっと見てみますか、はいはい、で3列目がこれ倒してもらえば勝手に前に行くと、で、あ、しかも上がるんですね。そうです。で3列目乗るときは、はい、この電動サイドステップってすごい必要だと思います。ああ、なるほど、はい、これ今下がりすぎちゃってますけど、はいはいはい、これ乗ってそうですこういう感じでよいしょ、こんな感じで。さっきは下げちゃった、はい、あ、これ下げちゃった、うん、で3列目はさすがにちょっとクッションも最低限、うん、背もたれも最低限ですけど、割と上は、うん、僕175、まあ、ちょっとね、大人が2人座るのは、はい、どうかなと思いますけど、まあでも別に問題はないです。ちょっと直立、そうですね、イメージで言うとゲレンデ、あ、そうですね、のリアの感じですね、はい、そんな感じですけど、でリアもちゃんとエアコンの、うん、はい、操作パネル、ここはねすごいですよね。いいですよね、うん、ちゃんとね。でまたここサルフついてるんで、うん、はい、上空いてるんで、うん、3列目なのに、うん、こう閉塞感というか閉じ込められてる感そんななくないですか。そう、いや俺結構ここ3はいいですね。ここ3はいいと思います。であと装備的にはドリンクホルダーちっちゃいのが1個ついてて、うん、はい、エアコンの吹き出しがあってスピーカーがここらまでついてると。あ、ここ USB3 列目もちゃんとついてんじゃないですか、小島さん。どこ、ここね、はい、すごい良くないですか、うん、でもやっぱり3列目に乗る程度はちゃんと考えてますよね。そうですね、うん、ちゃんと緊急用じゃなくて、うんうん、まあ、ちゃんと乗れるようになってるという。これいいですね。ちょっと車用車で1台ちょっとあの下ろしてもらいましょう、社長に言ってください。これちょっとあの会社の車ハイエースじゃなくてこれがいいです。荷物乗らないでしょ。いやいや、これ倒せば結構乗ります。ハイエースに乗せる荷物はね、ちょっと最高な3列目になっております。いや、2列目になったら出張どこ行ってもいいな。そうですね、うん、どこでも行けますね、うん、はい。小島さん、正直レビューいいですか。どうぞ。僕はこの出っ張りが少し今降りるときに気になりました、うんうん、引っかかっちゃう。これキャプテンシートこうパワーだからしょうがないですかね。多分そうですね。後でもう一台の方見てもらえればと思いますけど、多分このシートだからだと思いますね。これ結構出っ張りこう、うん、高さもあるし、うん、ちょっとこう出っ張ってる感が。いや、キャプテンだからその、うん、2列目ってここは背が高いんじゃないかなと思いますね。これこうフロアに埋め込んでもらったら最高ですね。埋め込んじゃうと、はい、多分その設定、これあくまでオプションじゃないですか。あ、オプション設定だから、要は後付け感がどうしてもここに出ちゃう出ちゃうじゃないですか。作り変えることになっちゃうんですかね。作り変えちゃう。ちょっとこのレールは僕は気になりました、うん、はい、まあこれ倒してもらえば、まあ、しまわれる部分なんて、うん、乗り降りの時ですよね、まあ、でもまああれですよね、あ、オプションならではのちょっと残念ポイントとか、ね、なんかちょっと踏んづけちゃったりとか、うん、引っ掛けちゃったりしそうだなっていう気がしました、うんうん。続いてなんともう1台車あるということなんで、はいはい、こっちはね、はい、テンション上がりますよ、内装。どうですか、はい、見てみたいと思います。もうここまでつい、あ、奥さん、これあの会場にさせていただいたんですけど、お客様にもうつけられるもの全部つけたって言ってたぐらいついてます、はい、ちなみにこちらは 35D という 35D です、はいはい。まあ、エンジンのそのグレード的には困るように、はい、そうですね、はい、グレードけど内装はもうすごいです、はい、ほぼフルオプション、はいはい、これすごいっすね、はい、全部レザーじゃないですか。全部フルレザーです。フルレザー仕様ですね。これもうこの下側の、はい、センターの下側のところもそうだし、はいはい、ドアのこの
ポケットとかも、うん、はい、この下側も全部レザー、うん、ステッチも入ってて、これめちゃめちゃ豪華ですね。そうですね。だからやっぱりそのさっきちょっとカメラマンさんが言ってたのに、はい、そのレンジの雰囲気に似てますよ。ああ、すごい。そのレザーの使い方、そのぐらいのレザーの使い方、うん、高級の、うん、これちょっと悩みますね。何がですか。いや、うち今ちょうどたまたまこう2台、はい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 、エンジンがものすごくいい、軽くいじった、うんうん、はい、50i と、はいはい、このベースグレード 35D ですけど、はいはいはい、中がめちゃめちゃ豪華な、豪華なってそうです、はい、でやっぱりなんていうんですか、新車で選べるオプション、選ばなきゃいけないオプションなんで、後から変えられ、なかなか変えられないじゃないですか。だからまあこういう仕様は、まあ、僕たちもテンション上がりますね。これ中またおしゃれですね。おしゃれなんですよ、このネイビーとこの白、はいはい、そしてさらに今回の車は、うん、サンドシステムも、はいはい、60万円ぐらいのオプション、バワーズ&ウィルキンスが装着されていると、はい、これ中の色が変えられたりするんで、スピーカーの中の色とか。あ、ここもアンビエント入ってるんですか。入ってます、入ってます。これちょっとその辺の高級感もすごいっすね。そうです。あそこのさっき言ったそのハンドルの、はい、ステアリングなんかも入ってるし。あ、ステアリングヒーターもついてるんじゃないですか。ハンドルステアリングってステアリングヒーター、ステアリングヒーターも入ってます。もしかついてると。はい。はあ。これちょっと良くないですか、この車。いいですよ。で、さっきどうぞここも見てください。先ほどのドリンクホルダーも豪華なやつが、豪華がついてます。ちょっとここまで装備充実してるのってあんまり中古車市場でもないんじゃないですか。いや、ないです、ないです、ないです。ですよね。はい、ないですね。で、このパネルがまたゼブラウッドも良かったですけど、はい、このオープンフィニッシュのちょっとこの木の質感がある、はい、これもなんかちょっと今時でかっこいいですね、うん。いや、めったにね、めったに見れないですよ、このな装備は。これちょっといいかもしれないです。後ろ行きますか。はい、じゃあ続いて後ろ見てみたいと思います。後ろが、こちらは7人乗りっていうことで、はい、でもちょっとそのゆったり感っていうと、さっきのってなんかこうありますけど、でもサイズ的には一緒じゃないですか。同じですね、はい。まあ、豪華さで言ったらエンターかもしれないですけど、まあ、スペース的にはそっちの方がしっかりしてて、そうですね、すっきりしてて、あとここに何もないので。なるほど。あっちのあるじゃないですか、ここに。さっきカメラマンも言ってましたけど、うん、そこのコンソールがプラスチックなのもちょっとその、うん、便利でいいんだけど、はいはい、ちょっと質感的にどうなのっていう、うん、確かにそれあるかもしれないですね。でもし家族で4人乗られるんだったら向こうがいいって方もいらっしゃるかもしれないですけど、逆に4人だったらこっちの方がスペースはすごい使えるかもしれないですね。確かに真ん中含めですよね。そうです、はい、でさっきのレール問題も、はい、これ全部電動なんですよ、こっちは。あ、そうなんですか、はい、これも勝手に今動いてますけど。本当だ、よいしょっていうのもないんですよ。え、これ2列目漏れなく電動になるんですか。そうです。7人乗りの方がいいかもしれないですよ。あっち紹介しといてあれですか。そうですね、こういう感じで。あ、そうなんですね。きたー。3列目だいぶ違いますね。違いますね、はい、そもそもこのアクセスがかなりしづらい、はい、まあ、ちょっとよっこいしょって感じですね。ですよね、はい、かなりちょっとな後ろに乗り込むのが大変だと。フロアの設計だいぶ違いますね、やっぱり。そうですね、さっきのレールが埋め込まれてるんで、うん、まあ、そもそもあれなんですかね、3列目あんまり使わないっていう。そうですね、そんな感じを感じますよね、うんうん。まあ、レザーの、ね、質感とかはいいですけど、まあ、その辺の差別はないですけどね。差別はないですけど、本当によいしょってやらないと乗り込めない、はい、乗り込めない感じで。まあ、大きさはね同じですけどね。エアコンはついてます、ちゃんと。あ、なるほど、はい、でも USB こうついてないです。これがリアエンターとセットなんですかね。それとも、うん、その可能性ありますね。もしくは7人乗り6人乗りのセットなんですかね、はいはい、セットがあるかもしれないですね。ちょっとどっちかっすよね、うん。
ちょっと3列目の居住性とか利便性考えるんだったら圧倒的に6人乗り買っといた方が、うんうん、まあ、アクセスもいいし、うんうん、装備もいいし、うん、はい、まあ、使い勝手もいいかな、いいかなって感じです、はい、こういうところ、なるほど、スピーカーも入ってるし、うん、いいですね。でも一番後ろはここあれなんですね、あ、シルバーじゃないんですよ、残念ポイントだここ。でもあれじゃないですか、それ視界に入っちゃうからとかあるんじゃないですか。あ、確かにね、あるかもしれないですね、うん、いや今回ちょっと新たな発見です。6人乗りと7人乗り、うん、オプションの充実充実してないで、うん、こんなに違うと思わなかったです。ぜひ新車で考えてる方、この仕様絶対おすすめですね。まあ、ちょっとあとはその家族構成とか車のその用途にもよってもだいぶ違わないですか、うん、あ、それや、あのそのフルレザー、あー、フルレザーです、ね、フルレザーいいですこれ。フルレザーはちょっとこのつけられるんだったらつけたいオプションですね、うん、いいですね。ちょっと中の豪華さが本当にレンジローバーに匹敵するぐらい、うん、これはやっぱりそのなんていうんですかね、やっぱりこうさっき言った7シリーズ真骨頂のところ、真骨頂のところをその 35D で味わえるっていうのはすごいと思いますね、うん、いいと思います。じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、うん、はい、よいしょ。まだ車新しいんでダンパーがかなり元気ですけど、ね、そしてエンジンがもう定番と言っても過言でない、はい、N63 エンジン、はい、まあ、BM のこうハイエンドな車に積まれてる 4.4 リッター V8 ですよね。 V8 ですね、はい、でこれが結構なんか振り返ったら、あの2008年ぐらいからあるエンジンなんですね、うんうんうん、まあ、どんどんその改良されていって、うん、バージョンはもういくつもあるらしいんですけど、うん、だその辺でもなんかちょっとこう信頼性と、うん、完成されているエンジンですね、うんうん、なかなか13年同じエンジン使ってるってなくないですか、はいはい、そうですね、継ぎ足しですね、はい、AMG のだって63エンジンですらこうどんどん年々こう、うんうんうん、変わっていってるじゃないですか。だそれがこう同じ変わらずというか、うん、まあ、アップデートだけで基本設計同じまんまいけるっていうのは、うん、もうなんか基本設計の良さと、うん、はい、BM のやっぱりエンジンメーカーっていうやっぱこだわりがあるんじゃないですかね、そこら辺は、うん、でこれをさらにチューニングしたのが、うん、まあ、S63、うん、要は M モデルに積まれてるやつですよね、うんうん、はい、M5 とか、だまあ基本設計もすごくいいし、まあ、信頼性も非常に高いと、うん、車がでかすぎてエンジンがちっちゃく見えます本当ね、本当そうだよね。なんかエンジンルームのこのサイズ、うん、なんかちょっとアメ車ぐらいな感じ感じません、うん、うん、そこで感じますね。アメ車とかもなんかボネットでかすぎてなんかちょっとエンジンちっちゃく感じますけど、はいはいはい、それぐらいのサイズ感、うんうん、そうそう、サイズ感がね。だってコアサポートに至ってはここですからそうね、こんなに、ね、こんなにあるっていう。で馬力とこの、はい、ボディサイズ、はい、重量、はい、2.5 トンぐらいあるんですよ ね、はい、ですね。からしたらやっぱりちょっとベストなのは、うん、バッチリなのはこっちだと思うんですよ僕。あの 35D と比べてね、はい、今 35D 現行だと 40D ありますけど、はい、40D、はいはい、まあ、ちょっと十分か十分でないかって言ったら、うん、多分ベースのモデルでも十分だと思うんですけど、うんうんうん、これらしさとか、うん、こう味わうんであればやっぱりこの 4.4 リッター V8、うん、はいはい、ちょっと今回どんな感じか乗ってみたいと思います、はいはい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。金が語りかけます。高い、高すぎる。輸入車買取は
ボンドカーズ。輸入車買い取りはボンドカーズ。行きましょう。あの車の紹介なのにこの辺の機能一切紹介しないっていう最悪な車両紹介動画なんですけど、はい、この辺はもう最悪って言っちゃうなこれ。でもやっぱりでもそこはこの辺はもう、はい、あの取説が一番語ってくれますよ。あとはそのプロの方の方に、うん、はい、見ていただければ。いやもうお前もプロだろって言われちゃいますよ。いや僕は一応こう見えてもど素人なんで。車系 YouTuber のツッチーパフォーマンス何言ってんすか。有名じゃないですか。車で遊んでる系 YouTuber です。遊んでてもいいんじゃないですか、ね、どちらに行かれるんですか。高速じゃないですか。あ高速、あ高速じゃないって言ったんですか。下道って言ったんですか、うん、ETC 打ち合わせ、打ち合わせができていないという、はい、大丈夫大丈夫、ここから回ってきます。ああ、はい、申し訳ございません。なんかでもちょっと僕椅子が少し高い気がします、うん、今一番下げてるんですけどシートポジション、はい、下が好きな、はい、そうですね。僕下好きなんで車はさすがにデカさを感じます。感じますか運転してて。感じます。あともうこの 車内の空間の広さ、うん、前のこのデカさ、はいはい、めちゃめちゃ感じます。うわこれいいっすね。どういいですか。なんか7シリーズよりちょっと優雅な気持ちになります。あそうですか、うん、でかいの乗ってんだぞっていう。まあコンフォートですかね。はい、コンフォートですね。そしてもうめちゃめちゃ静かじゃないですか、うん、助手席の乗り心地はもうすこぶるいいですね、うん、あそれね書いてありましたよ。でもそうですか。あの BM なのに結構その、うん、コンフォート BM なのにって言ったらあれですけど、うんうん、ちょっと多少スポーツなイメージがあったまま乗るともう柔らかすぎるぐらい柔らかいっていう、うん、そうそんな感じですね、うん、しかもだってインチアップしてるとこれですからね、うん、めっちゃ乗り心地いいですよね。いい静かだしもう本当に目つぶって乗ったらこれちょっと何シリーズかどうかわからないぐらい乗り心地いいですよ、うん、そしてこの巨体なのブレーキ効きます。なんで今目閉じた。いや目つぶってんだろうって考えたからで目つぶってみようかなと思って。いやーちょっと僕的にはかなりびっくりなんです。BMW がこのスーパー高級 SUV にこうついに殴り込みをかけてきたかっていう。うん、BMW って言ったからこう、はい、ね、ご意見どうぞってなる。Hey BMW。あご意見はどうぞになってるんですか、うん。調子はどう。こんにちは。ご用件をどうぞ。これさっきねちょっと試しましたけど、ね、ちょっと寒い。もう一度繰り返してください。ちょっと寒いです。大丈夫です。温度を上げてシートヒーターをオンにします。おお。これまでより暖かくなります。でもシートヒーター使うほどじゃないんですよね。しかも全開にされちゃう。全開にされちゃうっていう。ちょっとこの辺はメルセデスの方が頭いいですね。うん、そうね。ちょっとこれからの進化を期待って感じですね、うん、こういうの学習でアップデートしていくんじゃないかなやっぱね。そうなんですかね、うん、いやめっちゃ乗り心地いい。そしてあの中ではあの、うん、車高思いっきり下げてましたけど、うん、一応スマホ以外にもこっちでも車高の上げ下げできるって、うん、純正のね元々ができますから、はい、あこっちかこんな感じでこっちも出るんで、まあ、使い勝手はもういいですよね。しかも早いんですよ、結構優しそう、うん、メルセデスより早いんじゃないですか。スポーツにしてみますか。はい、お願いします。スポーツにするとそのまま車高下がるんですよね、うん、はい、音がいや、ちょっと少しだけ嘘くさいっす。でも感じちゃったね。感じちゃいました、うん、この付近でもそれもゾーン30エリアです、うん、中のやつをできるんですよ。え、どういうこと。スピーカーを。あ、そうなんだ。小島さん、そのエンジンサウンドの設定、バランスちょっと弱くします。いや、もう一回ちょっとあれじゃない、もう一回弾いてみます。ちょっと作られた感の。いや、悪くはないです、悪くはないです、うん、でもまあ、はい、感じちゃいましたね。感じちゃいました。車慣れてる方は分かります。
ちょっと音の方が早いです。じゃあバランスにいきましょうか。何でもやっぱりバランスですよ。いやあんまり変わらない気がしますよ。視聴にしています。視聴にしてください。あんまり変わらない気がいやでもこの圧倒的なトルク感半端ないですよ、うん、もうちょっとしか踏んでないですもん、うん、このボディサイズを、うん、あとはちょっとスポーツにしても足ちょっと柔らかい気がしますね、やっぱりエアサスだと、うん、スタンダードプラスインディビジュアルエクストラダイナミック、ただ運転はめっちゃしやすいです。なんか乗ってても、はい、パワーがあるなって感じがしますね。もう超余裕のパワーです。 35D 逆に気になりますよね。あどこまで引っ張っていけるのか、はいはいはい、でもトルクがあるから乗りやすいんじゃないかなと思いますけどね、うん、そんなに大きさ感じますか。でかいですよ。でかいですか。でもその取り回しにくさは全然感じません、うん、これめっちゃ速いっすよ。速い速い、めっちゃ速いこれ。これちょっと 3,5D でいいかもしれないこれめっちゃ速いっすよ、うん、こう後ろグワって沈むぐらい速いっすよ、うんうん、全然踏んでないですもん。これやべえやつですね。いやマジでこれパドル使うやつですよ本当に。パドル使うやつ、使うやつです、うん、これすごい。またいいっすね音はやっぱり、うん、ちょっとこの作られた感少しありますけど、外で聞いててもちょっとバランスしましょう。外で聞いててもすげえいい音してましたもん、うん、なんか V8 もなんか、うん、BM の V8 が一番なんか軽やかな音しません？ドロドロはしないですよね、うんうん、メルセデスみたいなドロドロ音しないじゃないですか、うんうん、ちょっとでも迷いますね。何かこのちょっとこの辺まで豪華にして、うん、まあ、よく言えばこのエンジンも M50 で内装全部フルオプションなんていうのはあれですけど、うんうん、ね、豪さんがねありますから。いやこれファミリーカーに持ってたら最高ですよ。最高だよね。最高です。でまたこうちょっとあの7シリーズファミリーカー もちろんそういう使い方もできますけど、うんうん、確かにちょっとコンサバすぎるじゃないですか、うんうん、7シリーズ、うん、あのファミリーカーだと、うん、でもこっちの方がなんかファミリーカーとしても使える気がします、うんうん、ファミリーカーっていうよりかはさ、ちょっとさあの旅に行きたい感じだねこれね。お出かけしたい。ああ、じゃあまさに全員が到着し到着する、ね、到着する喜びじゃないですか、うん、いや本当そんな気がしますよ。確かに、うん、これ旅行してもいいっすよね。旅行行きたい、うん、荷物も積めるし。そうっすね、うん、人数分じゃん詰めますもんね、うん、確かに X5 7人乗りでしたっけ、うん、選んだら、うん、その7人分にも詰めないですもんね、うん、確かにそれはあるかもしれないです。ちょっとねあの長い期間の旅行とかいいですよね。確かに、まあ、なかなか今旅行に行けるタイミングじゃないですけど、これからです。これからのために買ってみましょう。そうですね。でも去年海外出張行かなかったじゃないですか、うんうん、でその前に行かせていただいたんですけど、うんうん、アメリカ行くと、うん、大きいファミリーカーを借りるんですよ、うんうんうん、アメ車の。でそれに4人とか5人乗って、うんうん、あのネバダの砂漠をもうひたすら走るんですけど、うんうんうん、ああいう時でっかい車でこうみんなでって楽しいですよ、うんだからちょっとこういう車乗って北海道とか、うん、いいねいいね、ちょっと行ってみたいですよね、うん、ひたすらまっすぐなところ、うんうん、疲れたら止まる、うんはい、今度だからさ、やっぱりさっきちょこっと話したけどさ、うん、あのツッチドライブツアーなんか旅番組ですか。おすすめのさなんかさ、うん、いやいやいや地元ね埼玉とかさ、うん、ああそうっすね、うん、多いんじゃないの。
てドライブがてらお店寄ってもらって、でここ寄ってみたいな感じのさプランで、まあ、ちょっと開けたらいいかもしれないです、うん、コロナが開けたら。そうね、まあ、車のレビュー全然してないけど大丈夫ですか？早いしか言ってないね早いとかすごいとか、うん、まあでも僕はこの乗った感じで言うと、その大きさ以外は特にその何ですか、目新しさというか発見は、うんうん、いい意味でないです、うん、はい、ないね、ないです、ないですね、はい。でもうなんかこうステアリングのフィールとかもそうだし、うん、なんかそのまあ車ちょっとその多少足回り柔らかいかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、本当に BMW の、 そのいい意味で期待してたものの通り、うん、通りですね、はい、安定のフランス料理みたいな感じかな。コースがちゃんと出てきましたみたいなドイツじゃないんですけど、まあさ、そうね、ドイツじゃないんだな。最近の車もさ、なんかみんなそうかもしれないんだけど、はい、コメントに困るよね、良すぎて。あ、確かにそれありますね、うんうん、悪いところってなかなかな、やっぱり、ね、難しいよねこういうのね。あれ、じゃあどうし、でかいでかいと言うから、そっち今どこ行くかと思ったら、駐車場に向かっております。さすがにこれだけでかいと都内での、 その取り回しとか、うん、駐車環境とか気になるじゃないですか、うん、あとは自宅でもなかなかこれがもう余裕でスポッと入りますよって方多分少ないと思うんですよ、うんうんうん、というわけでこれから駐車場にちょっと向かって、はいはい、これを駐車場に止めるとどんな感じなのか、はいはい、それとあと駐車のアシスト、そうですね、パーキングアシスト、はい、毎回恒例、はい、大きい車で試してます。あれもしかしたらこれ一番新しいあれじゃないですか、機能は新しいですね一番ね。そうですね、はい、あれ PM は今までやあ、やってますね、やってますね、やってますね。これ天井は電気つきました？天井はついてない。あ、ついてないですか今、うん、ついてます、ついてます、若干ついてる、はい、これ若干なんだ、ちょっと分からないのかな、もうちょっと色変えられるのかな。6色で一応変えられます、うん、ちょっと後でやってみましょうか。ですね、さすがにデカさを感じます、うん、このコース前ディフェンダー走りましたけどね、はい、ディフェンダーよりかデカさ感じます、デカさ感じますね、うん、なんだろう、まあでも一応カメラついてるんで、カメラどうでしたっけ、カメラこれか、カメラ画像違う、これ360度どうですか、そこで、あ、これか、これにする、うん、間違えた、これか、一応360度ついてるん で、 ここで、はい、こういう感じで、あ、でもこれ見ながら走る方が逆に怖いよね、確かに、うん、だから最終ちょっと寄せるぐらいの、そうですね、うん、感じの、おざっす、行ってみましょう。いやいやいや、ちょっとやっぱりデカさ感じますね、うん、あ、もうでも反応してますね、どこ止められるのっていうの、はい、行きましょう。お、じゃあ行ってみます、こっち行ってみます、わっ、ていうかステアリング光るんですよこれ、光りますよ、わっ、もう優しい、今はブレーキ全く踏んでないんですよ、うん、優しい、なんか なんだっけ、乱暴だったのって思い出すね何が乱暴だったのかそんなに乱暴しないでっていうぐらいのありましたけど、うんうん、これめっちゃ優しいですね、全くブレーキ踏んでないですもん、うん、あーでもちょっとあれかな、あ、お、お、お、いや、ちゃんとこれを避けてくれてるんだと思いますよ、お、点数いいんじゃないですか、すごい、そうそう、ちょっといい感じです、ちょっとじゃあ採点したいと思います若干斜めってる気がしないでもないんですけど、ああ、
こちらですね、いやー60点ですか。60点ですね。60点ですね。いや、はい、でも、うん、だちょっと甘めの60点ですね。そうですか。あの角度的にもやっぱり枠に収まってないし、うんうん、まあ、もちろんこのタイヤ止めにつけないのはもうしょうがないと思うんですけど、うん、もうちょっとぴったんこで入れてほしかったなっていうのはあります、うん、でもここまでの アジャストっていうかあれは優しかったですね。案内はだいぶ優しいですね、うんうん、ちゃんとこの柱を読み取ってこう避けてくれたのもありますし、うん、あとはブレーキこう踏まなくても、うん、もう心配しないぐらいの速度でこうやってくれるってのはいいですよね。前ありましたよね、ちょっとこう速すぎて速すぎて、ね、怖かったブレーキ踏んでないとちょっと怖いのとかありましたけど、だいぶ進化してる、はい、だちょっとこうキツキツの駐車場では心配ですけど、はい、まあ、割とこのぐらいゆとりがあれば、まあ、駐車自信ない方でも使えるんじゃないかなっていう気がしました。いや、やっぱりちょっと BMW は高級車を作ってもすごいっていう、うん、再確認しました。 GLS かな、はい、対抗は、ああ、まあそうでしょうね、うん、まさにそうでしょう、うん、まあでもどっちも、まあ、そんなに長い時間長時間乗らせてもらったことないですけど、はい、いや、なんかすごい寄ってる気がしますね。どういうことですか。似てる感じがする。ああ、でもまあ、でもちょっと荒々しさはベンツの方があるかなって感じしますけどね。これすごい、本当にトルク半端ないですよ、うん、これ、うん、でもやっぱりその運ぶ喜びじゃなくて、なんだっけ全員で目的地に到着する喜び、はい、っていう、なんでも駆け抜ける喜びはあるよね。いや、駆け抜けられますね、これだけパワーある、うん、やっぱりすごいなと思いますよ。こんだけのサイズとこのサイズでも BMW らしさはやっぱちゃんとあるっていう。そうですね、うん、ちょっとこの第何時か分かんないですけど、うん、SUV ブームでアドドア出ししてきただけありますよ、うんうん、ちゃんと手抜きしないで作ってるなっていう、うん、いや、でもこの静かさと本当に驚きました、うん、隙がなくなりましたね。なくなりましたね、うん、そう考えると昔の車って一昔前っていい意味でも悪い意味でも隙はありましたからね。そうですね、うん、まあそれが個性だったりしますけどね、うん、じゃあそろそろここに来ると必ず言ってることがありますけど、なんすか、ツッチ車買いますか。いや、これ買えません即答します、買えませんいや、だってホームページにもそう書いてありましたよ。もう7シリーズをその、うん、もうちょっとモダンに乗りたい人、うんうん、結局 X6、X5 だと、うん、ランクが下になっちゃうじゃないですか、うんうん、7より、うんうん、そういう人向けの車なんで、うん、もうそもそも7が僕見合ってないんで買えません。いや、もう買える方であればもう最高の車だと思います、はいはい、ありがとうございま す, います。それじゃあ最後にやりますけれども、毎度のことながら、はい、買取はお任せくださいってことです。そうですね、買取最近本当にありがたいお話でかなりいただいておりまして、本当にありがとうございます。そういう感じですね、まあ、ちょっとなかなかね、買取れてる買取れない量がありますけど、ぜひお問い合わせだけでもいただければと思いますので、はい、まあ、今回のお車のようにこうカスタムした車なんか、ね、はい、はい、ぜひもうウェルカムっていう、ウェルカムです、はい、そして今回今だったらこう2台こう XM ありますから、はい、はい、検討されている方はそうですね、はい、見に来ていただけるとこう比較なんかもできますからね、できますので、はい、いいんじゃないかなと思います。というわけで今回は BMW X7M50i をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。